そしたらちょっと簡単にアンケートを取らせ、インタビューさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、まあ、今回ですね、オンライン整体を受けられたと思うんですけども、まあ、受けられる前っていうのは、こう、どのようなご症状でお悩みだったでしょうか。肩の痛みがあって、まず腕が上がらなかったんですね。こういう状態、これ以上上がらなかった。うん、そういう状態でありました。はい。まあ、こういうのは上がってたんですもんね。そう、こういうのは上がったんですけど、これだけなんかね、前にしたら上がらなかったんです。で、はい、痛くて、はい、うん、うん。OK です。はい。で、今まではその悩み、ま、半月、5ヶ月ぐらいそういう症状が今あったんですかね。そうです。はい。その症状に対してどのようなことを今まではされてたんですか？自分で引っ張ってみたりとか、ヨガやって引っ張るとか、はい、あとはもうこれ以上ひどくならないようにも何もしないのがいいのかなとも思ってたんですけど、はい、はい、っていう感じですね、はいはいはい、でそれを実際自分で自己流でやってみて、この方の症状っていうのはそれをやってどうでしたか。まず一向に良くならなかったです。一向に良くならなかったってことですね。ありがとうございます。で、まあ、今回ですね、YouTube をご覧になられた、もともと見られたってことでしたよね。はい。はい、その中でこう、なんで実際にオンライン整体をこう受けてみたいなって思われたんですか？そうですね。まず、松尾先生が、はい、なんか、多分この先生ならちょっとお話できるんじゃないかと、今まで見た山本先生の YouTube のビデオでいろいろ調べてきたんで、はい、うん、でいろんな他の膝の痛みとか、うん、座骨神経痛のを改善するためのビデオを見てもやってみたん、やってみてそれで聞いたので、うんうん、それで今回こういうチャンスがあるので、あるのであれば、ぜひと思うと思って、はい、はい、受けていただいたって形ですね。はい、はい、そうです。まあ、実際にその、受けてみる、受けようと思う中で、何かこう、不満じゃない、ごめんなさい、不安だったりとか、そういうのはなかったんですか？あ、特にないです。あ、特別なかったんですね。特別なかったです。とても楽しみにしてたんで。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、実際今日初めてオンライン整体させていただいたと思うんですけど、実際に受けてみてどうでしたか？効果があって、ちょっとびっくりしました。はい、どこが原因でしたっけ、さっきやった時。原因は、最初は痛かったのは肩なんで、絶対肩に原因があると思って、肩をどうかするっていう治療になるのかなと思ったら、そうではなくて、もう腕、手、はい、と、はい、この肋骨のところ、あばらの肋骨のところとか、うんうん、全然思っていなかったやり方でストレッチも行って、はい、そしたら今、はい、上がるようになって、はい、本当にびっくりです。いや、本当ありがとうございます。こちらこそ本当に感謝です。で、まあ、同じようにですね、まあ、オンライン整体受けたいけども本当に効果があるのかなとか、自分ではこう上手にできるかなってこう不安に思ってらっしゃる方っていうのがいらっしゃいますので、まあ受けるのに躊躇している方に何かメッセージがあればお願いいたします。受けるのを躊躇しているのであれば、これはそんな心配はないです。心配はない。とにかく症状を話してみて、そうすると松尾先生がちゃんと見ていただけて、いろんなやり方で教えていただ、はい、分かりやすく教えていただけるので、はい、うん、ぜひともおすすめです、はい、ありがとうございます。はい、まずそしたら貴重なお時間をいただいてありがとうございました。 ありがとうございました、はい。